ボサボサだから、ボサボサ&ボロボロだから、もうマスクと帽子で失礼します。今日はあれなんだね、最終日だ、最終日でさ、あのなんだっけ、あのロッペ最終日なんだ。あっという間だったねっていうか、あっという間だったねって言えるほどの、なんていうの、あんま配信できなかったらちょっと申し訳ないんだけどさ、申し訳ないっていうか、まああれなんだけど、いやなんかさ、 Wi-Fi 繋ごうと思ってさ、 Wi-Fi 繋いだんだけどさ、接続先にインターネット接続がありませんってなっちゃって、今なんか Wi-Fi 繋ぐとショールームできなくて、あの Wi-Fi なしでショールーム今配信してるんだよね。これ終わったなって、やばい、ほんと今月速度制限やばくて、もう15以上多分追加しちゃったんだよね。だから今日は Wi-Fi っていうか、なんだっけ、 Wi-Fi 繋げなかったら死ぬと思ったら本当に死んだ、終わったやば、マジでやばい、本当にやばい。Wi-Fi が繋げないんよ、なんでかな、なんかね、 Wi-Fi ってめっちゃ言い過ぎだけど、マジで電波が1しかない、 1,2,3,4 本中1しかない、本当になんでだろう、なんだろうね、怖い、私は怖い、これこの配信終わった後絶対速度制限じゃんって思いながら、なんでだよ。この間はね全然うまくいったんだけど、今日は電波が不機嫌なのかな。あ、2本撮ってる、いやでもまだ多分接続できない、悲しいよ、終わった終わった、本当に終わった、 Wi-Fi 繋いでんのに電波ないもんね。もう一個のいつも配信してるような携帯の方、死んだ。今日でなんか最後で、まあ1位はね無理でしたね、まあ、それはまあ仕方ない、もうでも今後わかんない、今後もなんかいろんな楽しいの用意してますみたいな感じでツイッター書いてあったからさ、なんか今後もしいいなみたいな、これやってみたいなみたいなさやつあったとするじゃん、でさそれやりたいなって思った時に今回この形式のやつをなんか何日間の間で1日3時間だけで配信して、でそれでまあ星とかそういうなんか物とかなんていうの、いろいろなんかいろいろ送ってくれるやつわかんないけどが多かった人かな、なんかわかんないけどが、まあ特典として一番多かった人が、わ Wi-Fi 来た、わいや待てよ、そう多かったのがダメだやっぱ弱いわ、繋がんないもんアプリに、ダメだ、そう多かった人が1位みたいな感じだったんやけど、1日3時間っていう平等な時間をみんな与えられてるんだけどさ、そう難しい、うわお仕事しながらちょっとあれだったね、難しかったな。今後もしこれやりたいなみたいなやつがあった時に困るなってちょっと思った。配信しないとね、あれか、配信をより多くやれたらいいんだけどね、ちょっと難しかったね。まあでも今ね、まあ今7位で6位まで、あと7万9000ポイントぐらいをこの短時間でできるかな、多分無理で、無理かな、どうなんだろうね、もうでもちょっとそれは来たわ Wi-Fi、 みんなにちょっとかかってます
けど、ちょっとそんなプレッシャーを与えられる人間でもないんだけど、いや言うてもう時間ないんだよね。30分ぐらいでさ6いっていけるもんかね。でも6になったらなオーディションみたいな感じなんね多分。あダメだ、 Wi-Fi 来たけど通信エラーになっちゃダメだね。今日はもう調子悪い、仕方ない。なんでかな、こっちも、いやでも一回止まっちゃうかな、ちょっと一回止まっちゃったらごめんよ。